スタジオビスコボランテよりお送りしています。フットボールファンの皆さん、ご機嫌いかがですか。ジョン・カビラです。解説は中西哲夫さんを迎えてお送りいたします。中西さん、よろしくお願いします。こんばんは、よろしくお願いします。インターナショナルカップ、これが本日の対戦カードです。それではスターティングメンバーをご紹介しましょう。クレスポ、ランパード、マケレレ、ブリッジズ、リカルト、テリー、チェン、デュデク、キャラ、ヒッピア、リーセ、スミテル、シャビ、ゼンデル、ジェラード、オリエンテス、キューウェル。キックオフの笛です。ワン、ツー、これはファールです。クレスポ、おっと、これはイエローでしょう。丁寧にプレーしてほしいですね。ヒップ、味方が前線のボールを要求しています。キックミスでしょう。ランパード、クレスポ、これはちょっと危険なプレーでした。リカルト、イエローカード。シャビ、キャラ、キューエル、ゼンデン、まるでボールを持った仮面舞踏会。ここでカット、これはミスキック。シュート、外してしまった。これは決めなければいけない。前半あと10分です。流れを止めた。リーセ、いいパスだ。シャビ、スライディング、ランパード、シュート、よくしのいだ。多彩な攻撃を見せてくれるか。シュート、コーナーキックになります。さあチャンス到来。
さあどちらがボールを支配するのか。キャラ前半戦終了です。前半戦までの途中経過を。さあ後半戦キックオフです。いいパスが出た。グラウンダーで。ブリッジズ、リーセ。ジェンデン。ナイスファイト。おっと、足がかかった。ケリー、おっと。これはイエローでしょう。冷静にプレーしてほしいですね。ジェラー、彼ならゴールを期待できそうです。中へ上げる。ヘッド、ヘッド、いっていって、ドビッドブーン、タッチできない。スペースを使う。合わせた。オリエンテス、カット。ゼンデン、頭でつないで、ワンツー、折り返した。負けれれ。オリエンテス、ワンツー、ドリブルで上がる。テリー、オリエンテス走り込んできた。おっと、足がかかった。スミテ、イエロー覚悟のプレーでした。ボール、突如としてトップスピードに乗ります。キーパー前に出ている。果敢にスライディング、スローイン。ここで試合終了の笛です。両チーム無得点、終わってみれば無得点、引き分けです。それではまず中西さんに試合について